ご視聴ありがとうございます。今回はですね、とある場所へ行ってきました。プライムワンスタジオさんです。私のチャンネルを見てくださっている方なら多分ご存知ですよね。大型スタチューを作られているんですが、日本のメーカーさんです。珍しいですよね。で、ほんとすごいんですよ。で、ちなみにメーカーさん第1弾のスタチューがトランスフォーマーのメガトロンとのことです。多分これですかね。超クオリティですよね。というかもう本物みたいに見えると思います。で、他にもですね、こちらなんですけど、QT-1 というデフォルメされたフィギュアブランドなんかも数年前から展開されてます。で、作品も国内外様々で、すごい種類ですよね。で、あと限定版なんかもあったりして、コレクション性も高いので、もう一度手を出すと止まらなくなりそうなシリーズです。で、こちらですよ。はい、プリズマウィングです。プライムワンスタジオさんの近年始まった新フィギュアブランドでして、主に日本作品のスケールフィギュアが中心になるかと思いますので、個人的というかチャンネル的には一番注目のブランドになると思います。はい、そんないろいろ展開をされているプライムワンスタジオさんがですね、6月の25日曜日にネクストレベルショーケース X という配信がありまして、新作情報の動画です。で、今回がパート3なんですよね。YouTube に動画上がってますので、ぜひご覧になってみてください。で、その新作の一部がプライムワンスタジオさんに展示されてまして、今回撮影させていただけることになりました。本当にありがとうございます。そんなわけでたくさん撮ってきました。もう一部を除いてほとんどご紹介させていただきますので、結構長いんですが、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ではですね、一応知っている範囲で少し喋りつつご紹介していこうと思います。で、まず最初がですね、いきなりクソかっこいい、ケンシロウとユリアのスタチューになるんですが、アルティメットプレミアムマスターライン北斗の拳、ケンシロウ&ユリア愛の極星だそうです。タイトルは原先生がつけたということでして、動画内にもご登場されてましたね。で、北斗の拳のスタチューってもういくつか発売されてると思いますが、今回もすごいですね。なんか表紙とか原画じゃないですが、そんな感じの彩色になってまして、いや、もうまさに芸術品っていう感じがしました。なんかもうかっこいいとか綺麗とか、そういった次元じゃないですね。ほんとすごかったです。で、あと、ちなみにですね、こちらなんかも展示されてたんですが、これはもうすでに発売済みなんですが、サインなんかもされてまして、貴重な展示だったんですよ。で、もともとこれ通常カラーのものもあるんですが、こんな感じのカラバリ版なんかも発売されてます。いやー、神々しいですよね。なんかもう寺院とかに置いてあっても違和感なさそうです。で、お次がですね、これも最新作だと思います。ザ・ラスト・オブ・アス・パート1。ゲームですかね。ジョエル&エリーということなんですが、どうしてもセロレーディング Z 系はですね、リアルすぎてグロ規制の対象になってしまうので、ちょっとだけにしておきます。ですので、ジオラマとかの世界観部分、ぜひ見てみてください。はい、ではですね、お次がですね、健全に戻りまして、といってもプラグスーツも怪しいんですが、こちらも最新作、エントリープラグインテリア、エヴァから巻波マリイラストリアスになります。で、これ、ちょうど最近、綾波とアスカ発売されましたよね。このタイミングで、なんとマリまで発表されました。で、やっぱり2人だけ発売のパターンっていうのもありますが、しっかりマリまで発売してくれるのがファンにとっては嬉しいですよね。前回の2人もすごい可愛かったですが、マリもいいですね。もうほんと超欲しいです。エントリープラグの出来とかも素晴らしいんですよね。で、これはまた後日単体でも動画投稿したいなと思ってます。はい、お次がですね、何かと話題のハリー・ポッターからなんとスネイプ先生登場です。プラチナマスターラインだそうです。いや、もう本人ですね。職務で
で、あと衣装がまあポリストーンではなく、今回はこれ布生地みたいですね。いや、これも本当にすごかったです。はい、でこちらがですね、 T2 ターミネーター2からですね、 T800 エンドスケルトンになります。3分の1ですかね。かなり大きかったです。いやー、でもまだまだ出ますね、ターミネーター商品。まあ、海外もですが、もう永遠に需要がありそうな気がします。やっぱりこちらも台座なんかすごいこだわられてましたし、これ一番下光るギミックなんかもあるみたいでした。怖いです。はい、ではですね、お次が、ゲームになります。カプコン、デビルメイクライ3からダンテとバージルになります。でもすでにスタチューも出てると思いますが、ダンテだと5とかで、まあ、イケオジ版とかでしたよね。で今回は3ということでめちゃくちゃ若いですね。まあ、これも超かっこいいです。でこの衣装、服のレザーっぽい質感とかもほんとすごいですよね。で台座はですね、あの武器というか、まあ、敵でしたっけ、調べてみたんですけど、アグニ&ルドラっていうんでしたっけ。でこれ赤と青で、まあ、2人が対になる感じ、色も、まあ、逆風になってるのも面白いですよね。なんかおしゃれな感じがします。まあでも二刀流の武器ですからね、両方買いってことですかね。でこれはですね、ネクストレベルショーケース X なんかでも紹介されてましたが、バージルとかもあの髪を下ろしたヘッドとかもつくみたいですね。まあ、プライムワンスタジオさんといえば差し替えパーツも豪華ですからね。あの気になる方はぜひ動画でもチェックしてみてください。はい、でお次なんですが、同じくカプコンでバイオハザードビレッジオルチーナ・ドミトレスク、あの、まあ、なんとなくキャラだけ知ってたんですが、バイオだったんですね、すいません。でもこれくらいなら映して大丈夫かと思いますが、あのバイオですね、他にも何体か展示があったんですが、すいません、結構グロかったため今回はこれのみのご紹介にさせていただきます。まあ、でもどれも本当にすごかったので本当は見ていただきたかったです。はい、で、お次はですね、レガシーアートベルセルク、ガッツとグリフィスになります。これもすごいですよね。あの、まあ、ベルセルクのスタチューっていうのも結構出てると思います。まあ、ガッツなんか特に多いですよね。でも今回のまた一味違いますよね。あの立体化の元となったイラストも展示されてまして、すいません、それも撮ればよかったんですけどね。でマント部分に顔が造形されてるんですよ。なんかイラスト想像できますよね。でこのレガシーアートっていうタイトルもいろいろ思っちゃいますよね。いやこれですね、今回の展示の中でも特に目が止まった一つでした。はい、でここからですね、しばらく DC のターンになりますが、よろしくお願いします。でまずこれなんですが、あの40万くらいするバットマンのスタチューなんですが、あのこれ東京コミコンでも展示があったので、まあ、一度だけ見たことはあったんですが、もうほんとすごいんですよ。ついにディスプレイまであるスタチューです。映像付きフィギュアなんてもう初めて見ましたよ。あれですね、もうフィギュアって無限の可能性を感じますね。ちょっとふざけたこと言っちゃってるかもですが、もう本当それくらいすごかったです。であと隣にありました、このアルフレッドもですね、以前一緒に展示されてましたね。アルフレッド・ペニーワース、バットマンの羊ですね。で、まあやっぱりこの辺まで来ると、さすがに海外需要な気してきますよね。で、さらにこの先からはですね、すいません、もう本当私はわからない部類になります。で、全部で5体になるんですが、すべて、まあ、DC コミック、バットマン作品になると思います。あの、まあ、やっぱりこういった系も、映画くらいまでの知識しかないんですよね。コミックですとか、まあ、アーティストみたいな感じになると完全に知識不足なので全くわからなくなります。まあでも見てるとまさに海外需要っ
ていう感じがしますよね。アメコミで超迫力あれですね、まあ、アメリカとかはもうめちゃくちゃこれ新作発表盛り上がってるんじゃないかなと思います。まあでもですね、やっぱり知らなくてもどれも見入っちゃう本当にすごい造形です。全部で5体のご紹介になりますが、ぜひ見ていってください。はい、ではですね、以上になりまして、お次映画ですね。でも発売済みなんですが、トランスフォーマージェットウィングオプティマスプライムになります。めちゃくちゃかっこいいです。でこれ実物見たらもう笑っちゃうくらいでかいですよ。横も高さも1メートルオーバーだそうです。でこちらもまあ同じ作品になりまして、ショックウェーブです。でこれ売り切れとのことですね。こいつやばかったですよね。先ほどのジェットウィングオプティマスと戦ってましたよね。ビルのシーンの CG とかも意味不明にすごかったです。懐かしいですね。また見たくなってきました。で最後はメガトロン様です。負傷している状態のやつですね。でこれもちろんちゃんと本物の布生地をまとってます。でメカで、ダメージ、ウェザリング、そそられますよね。でもなんかちょっと痛々しいですかね。ほんと超リアルです。はい、でこちらもまた映画系になるんですが、もうこれは超最新作になると思います。 AVP、エイリアン VS プレデターの3体で、スカー、ケルティック、チョッパーになります。私もそこまでは詳しくないんですが、これチョッパーですよね。でほんとプレデターっていうのも長年立体化が多いシリーズですよね。まだまだ出るみたいです。でこちらがケルティックですよね。マスクがいかつくてかっこいいんですよね。でそういえばこれどれも3分の1スケールということで超でかいです。でめちゃくちゃリアル。網とかもちゃんと網ですよ。そりゃそうですけど。で台座とかも豪華すぎてほんとすごすぎますね。見入っちゃいました。でこれが最後でスカーですよね。やっぱりスカープレデターいいですよね。なんてたってイケメンですからね。でやっぱりスカーといえばってことで台座はエイリアンになるみたいですね。いやープレデターファンっていうのも世界中多いでしょうからね。もうこれも本当大注目なんじゃないかなと思います。はい、でお次もですね映画になります。アバターの新作ですね。アルティメットジオラママスターラインで一応2つに分かれている商品みたいですね。でジオラマってつくだけあって世界観重視な感じでしょうか。キャラクター自体は結構小さめなんですよね。でもそんなに拡大はしなかったんですが、小さくても本当しっかり細かくできてました。でもその他がもう本当超ビッグなわけで、いつものプライムワンスタジオさんのスタチューともう本当変わりないボリュームです。でも海面の表現とかもリアルですし、その下も超細かいんですよね。しかもクリアのブルーに当てられて中の雰囲気がすごい増すんですよ。もう本当海の中みたいな感じに見えました。これが売ってるっていうのがすごいですよね。はい、
で、お次がですね、またゲームになりまして、ザ・ラスト・オブ・アス。で、最初の方にもありましたが、こっちはパート2とのことです。詳しくない系ですいません。で、これもですね、まあリアルなのはもちろんなんですが、クリア樹脂とかになるんですかね、細かい水滴、汗とかまで表現されてるんですよ。もうどこまで細かくなっていくんだっていう感じでした。で、こちらも、まあ、同じになりまして、で、先ほどのがアビー決闘、で、こちらはエリー劇場だそうです。なんか、セム会だったり、並びで飾るみたいな感じなんですかね。似た感じの台座になってます。本当何も知らなくて申し訳ないです。まあでもこっちは問題なく映せそうだったので、それは助かりました。はい、で、同じくこちらもまたゲーム系になりまして、ウィッチャー3ワイルドハントイエネファーになります。で、これも最新ですね。まあわからないので申し訳ないんですけど、で、これもですね、また一部ファーとか、毛っぽい素材とか使っているスタチューになるんですよね。いや、よりリアルに感じます。で、そのお隣にありました、こちらも同じ作品ですよね。ゲラルト。で、やっぱり若干映しにくい感じではありましたので、まあ、合わせてで少しだけのご紹介とさせていただきます。はい、で、またこれゲームですね。デモンズソウル、すいません、これもやってないんですよ。敵とか、まあボスとかそんな感じですかね。全身鎧の感じっていうのもやっぱり超リアルにできてます。で、やっぱりですね、ゲームのセロ D とか Z っていうのは全然やってきてないんですよね。いや、勉強不足で申し訳ないです。まあ、ぜひ映像でご確認いただけたらと思います。はい、で、まあお待たせしたかは分かりませんが、ここからはアニメ系になります。といっても、まあ発売済みのものも多いんですが、まあ、知らなかった方もいるかもしれませんので、ぜひいろいろご紹介させていただければと思います。で、まずこちらがですね、広角機動隊草薙元子&立ちこまでして、結構最近発売されたスタチューになるかと思います。で、人って言っていいかはまあ別として、人間キャラとメカの両方のリアルな感じを楽しめる組み合わせっていうのもいいですよね。で、これですね、まあフェイスですとか腕とかで、立ちこまも全て差し替えパーツっていうのがあるんですよね。いろいろ楽しめる仕様っていうのも本当すごいと思います。はい、で、お次がですね、ハガレンになります。エドとアル。で、これ一度別で展示も見られる機会があったので、単体投稿もしてるんですよね。エフェクトだったり錬成中の感じとかも表現されていて、めちゃくちゃかっこよかったです。で、ハガレンはスクエニさん名義でもう一つ最近発表されたかと思います。で、これもですね、以前単体で投稿させていただいたんですが、ヒロアカのスタチューになります。デク、カッチャン、トドロキくんですね。で、これですね、なんと今回の配信でヴィラン版が発表されたんですよね。シガラキとダビとトカちゃんという組み合わせになってます。そっちもめちゃくちゃかっこいいです。配信の方では公開されてますので、ぜひ見てみてください。はい、で、これもですね、めちゃくちゃ見たかったんですよ。コンセプトマスターライン呪術廻戦五条悟になります。イタドリとスクナに続く3種類目になりますかね。で、まあ、制服のテクスチャーの感じなんかももちろんいい感じなんですが、何よりエフェクトがやばい、超綺麗、そして迫力でした。で、やっぱりこれもですね、後日単体動画っていうのを投稿したいと思ってますので、ご興味ありましたらですね、ぜひまた見に来てください。ということで、今回はまああまり喋らないでおきます。もうとにかくすごかったです。はい、ということで、以上で、まあ、スタチューのご紹介が終わりになるんですが、最後に、まあ、私のチャンネルということもありますので、少しプリズマウィングさんのフィギュアもご紹介させていただこうと思います。で、とりあえず、もうすでにかなり前から発表、まあ、予約始まってます。5等分の花嫁5つ子を写しつつ喋っていこうと思うんですが、
今回はですね、プライムワンスタジオさんのイベントをネクストレベルショーケース X ということもあってか、まあ、QT1 ですとかスケールフィギュアっていう展示は少なめでして、やっぱりスタジオに特化している感じでした。まあそれそうですよね。まあそれだけでも本当最高に楽しませていただいたんですが、まあでもですね、スケールフィギュアの方も新作が少し用意もされてまして、それをですねちょこっとだけご紹介させていただき、まあ、終了にしたいと思います。で一応ですね、こちらの SAO アスナもありましたので、まあ、合わせて載せさせていただきます。でこれも本当にもうスタチューのような迫力のあるフィギュアですよね。でこれ一度まあコミコンで見させていただきまして、単体でも動画投稿したんですが、あの展示機会とかも全然なかったので、もう本当久々に見ることができました。やっぱりこのアスナーいいんですよね。本当かっこかわいいフィギュアです。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、でこちらがですね、ついに新作です。最近予約が始まりましたドールズフロントライン。すいません、読み方がわからないんですよね。そのまま416なんですかね。秋津なでしこのキャンディーバージョンだそうです。これも後日また改めてご紹介させていただこうと思います。はい、でついにこれで本当に最後になります。まあでも最後もわからないっていう、ビジュアルプリズン、ギルティアブリオン、まあ完全に女性ターゲットですよね。ついにプリズマウィングさんからもこっち系が出るんですね。いやー幅広いです。でこれも単体動画でどうしましょう。あのぜひ見たいという方いらっしゃいましたらコメントの方お待ちしております。ということでこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。やばいですよね、超ボリュームの内容でした。まあ、尺もやばいですよね。あの最後まで見てくださった方もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございました。で本来の、ネクストレベルショーケース X の動画にはですね、もうさらに新作情報を公開されていますので、ぜひ見に行ってみてください。説明欄にもリンク貼らせていただきます。まあ、でももう見てますかね。ですよね。で今後ですね、また気になるスタチューやフィギュアをですねピックアップしていくつかご紹介できればと思ってますので、もしご興味あるものありましたらぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、ということで以上となります。今回はプライムワンスタジオさんの新作展示ご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。